はやつたけしと申します。私は建築家を職業としてやっております。そうです、最初にやっぱりロンドンに来てびっくりしたのが、みんな洋服結構ラフだったりとか、日本と比べてなんですけれど、そういうちょっとしたそのディテールで遊び心があったりとか、すごい粋な感じっていう、そういう印象はずっとありまして、でやっぱりそのかっこいいなって思うのが、個人的にそういうイギリスの文化ですとか音楽ですとか、そういうデザインのカルチャーっていうんですか、そういったものをこう代表するっていうんじゃないですけどね、それをリプレゼントしてるブランドなっていう、そういう認識を持っていました。そうです、スーツを着るとやっぱり気持ちがシャキンとするというか、そういう自信をつけるものだなっていう、そういう感じがしますね。すごい共感する部分なんですけれど、そのディテールにすごいこだわってて、そこにそのプレイフルネス、その遊び心が入ってる、でそこが非常に粋でかっこいいなっていうふうに思います。それはまあなぜかというと、模型を作ったりサンプルをなんか自分たちで作ったりとか、そういうものを作ることが多いんで、それで服がすぐ汚れちゃうんですね。でそれでもまあ構わないような服装でみんなここに来て作業してます。クライアントに会ったりとか、そういうミーティングに出たりするときはやっぱりさすがに汚い格好で出ると恥ずかしいんで、それはちょっともうちょっとかっこいいジャケットをそのいつもの普段着の上にこう着てミーティングとかに参加するという、そういう格好をするとやっぱり少しはちょっとフォーマルな気分になるんで、これちょっとしたディテールで面白いものが出てくるっていう、そのポール・スミスのファッションにもあるんじゃないかなっていうふうに思います。